どうも、こんにちは。千年部長のこいちです。今日は Q&A コーナー続きーということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、破産手続き中でありながら衆議院選挙に、まあ、立候補してしまったみんなで作る党の代表のおつややかさん等々の、まあ、方々がいらっしゃるわけなんですけれども、まあ、正直、突っ込みどころ満載すぎる団体なので、まあね、記者会見もかなりシークレットっていうのかな。 あの、公に発表したのは多分当日の会見のちょっと前だというふうに推察されるぐらいみんな気づかない感じで記者会見やりますとかっていうふうにやっててね、まあメディアの皆さんには1日前にお知らせしたようなんですけども、まあそのようなことをやっている一方ですね、ただ、まあ、 選挙期間中なんでね有権者となんか交流しないのもおかしい話なんで <laughs> あのさすがにいろいろ聞かれるでしょうとあるいはメディアの皆さんとかも中にはまあこの破産問題等々についてあるいは乗っ取り問題について興味持ってる方もいらっしゃるわけっで、まあ、それに対してのね、まあ、質問が来るというふうに予想されたからだと思うんですがまあ、Q&A コーナーですねこれがかなり拡充されてうわっ,って書いてあって。 でまあ簡単に言うと立花隆がってやってるんですけどいずれにしてもですねもうなんか宝の山みたいになってて <laughs> ちょっと面白すぎるんでこれはちょっとねまた、えー、続きをねやっていこうと思いますえっ、ー、とこの前回の部分については下に貼っとくんでよかったらそちらもご覧になってくださいという感じですねはいで今回はねこのポスタージャック問題の辺りの話ですかねこれ東京都知事選ポスター掲示板ジャック反対の署名運動は 公職選挙法違反だと立ち話は主張されていますが、がみんなででで作るとの見解いかかしょうかって感じでね。まあこういうここなんかね質問 <laughs> めちゃくちゃたくさんあってですねこんなに溜まってんだったら随時記者会見やれやみたいなね話があると思うんですけどまあちなみになんかもうひどいよね <laughs> Q&A コーナーで聞かれた体でやってますからねはいね自らの疑惑に対して Q&A コーナーで答えるという感じで 6月22日に行われた、まあ、いわゆる立村さんがやって、ね、あの世間でも話題になったポスター弱掲示板の、ね、反対の署名運動っていうのを、まあ、大津彩加さんの,の関係者かながまあやってたって感じで,でそれについてはどう見ても絡んでるように本人も言ってましたしね、まあ、絡んでいるように見えるんだけど政党としての活動ではなく えっと公職選挙法で禁止されている選挙に関する投票を得る目的でも得させない目的でもありませんってことなんですけどね。まあ、本人がいくら何を言おうとですね、あの立候補してる団体の、まあ、いわゆるやってることの何て言うんだろうな反対活動みたいなことをやってたらそれは投票に関わるじゃんみたいな感じだしそれからポスタージャックそのものだけに反対してるだけだったらまだいいんです。まだいいっていうかそれだったら言ってることも多少はわかるんですけどそれ以外も いわゆる NHK 党批判みたいなことをずらっと書いてるビラを配ってたわけですよね。そんな言い訳は通用しませんみたいな感じでね。まあその時々で一個一個見たらおかしなことばっかりやってるんでツッコミとこ満載なんですけど、こうやって歴史の改ざんをするので、これ逐一にやっぱ指摘しなきゃいけないって感じで。で、えっとこの運動は事務局ボランティアが主催する 広報 <laughs> 担当じゃないんですかえっ、ー、と、分かりません、ね、立ち位置がよく分かんない人が主催する、えー、ポスター掲示板ジャックに反対する会が、まあ、えー、っとですね、ポスタージャックに、まあ、抗議する目的で、まあ、やったと、市民運動だという主張をしてると。で、大津投手は市民の一人として参加しましたっていうことを言ってるんですけどね、なんか帽子をかぶってるから政府みたいな、あの、なんかありましたっけあの で、えー、と公職選挙法に関わる公費負担の条件見直しを目指し選挙ビジネスの防止に取り組む活動の一環として個人的に賛同したものですってことなんですけどねまあでもまあ選挙ビジネスの防止に取り組みないんだったらまあまず自分がやるのやめたらみたいな感じでね、まあ、結局ご自身が選挙で使ったビラを、えー、選挙ビラでしたっけにビラじゃないやえー とポスターに関しては満額請求ですからね今満額請求するうちの何分の1かのお金でできるらしいのであのこういったそういうのでまあ業者からキックバックもらったりあるいは自分の関係者にまあその業者をやらしたりってことで儲ける手段があるんですよね。で立花さんは、まあ、それをもう正々堂々と言ってやってるわけなんですけど大津さんそれは反対って言いながら満額請求してるわけでそのお金どこ行ったんでしょうねみたいなことであるとかそして当然ね今回の衆院選においてですねその なことはねポスター、えー、と選挙ビジネスみたいなことやってないよね一円も儲けないよねみたいなとこについては当然注視していかなきゃいけないんでその質問もしなきゃいけないですね。ここまで言ってんだからポスターとかどこに発注したんですかとかねねまあ安いところいくつかあるじゃないですかね我々でも知ってるようなとこに発注したらその大手のまあここに安いところにお願いしましたってなったらわかるからああなるほどねで終わりですよね。<laughs> なんですけどなんか聞いたこともないような業者でですねその代表がまさか大津さんのなんか関係者だったりとかするとそれ選挙ビジネスじゃんっていうことになるわけですけどね。 はい、まあまあいいや。<laughs> まあだから結局どこの業者に頼んでいくらの単価でやったんですかっていうことをまあ公にすればいいですよね選挙ビジネスの防止に取り組んでんでしょねまあそういった質問もたくさんしなきゃいけないんで。でそしてよって一部で噂される公職選挙法への抵触にあたるというご指摘に対しては明確に否定しますって言ってるんですけどまあ言うのは自由ですけどねはい。 ただ、まあ、ここについてはちょっとどうなるか、まあ、現状においては、まだわからないという感じですね。まあ、告訴に至るまでちょっと弱いかなと思ったらやってないかもしれないし、それよりももっと強い県で動いてたらね、ちょっとそっち先かな、みたいな、ちょっと待とうねって話になるかもしれないですけどね。まあ、いずれにしてもですね、関係者に対する事情聴取など、警察からの働きかけは一切ありませんということなんですけどね。はい。 まあこのような主張をするんだったら、あれですね、立花隆史が逮捕されるってずっと言ってたんですけど、それでずっとずっと、あの、警察から立花さんの接触がなかったわけなんで、まあ、こういった言い訳をすれば、なんか、いいってことになるっていうふうに言いたいんですけど、ちょっとよくわかんないですけどね、これね <laughs>。あの <laughs>、はい。というようなお話をしてますと。 うん、あちなみにこれのまあもうちょっと下の方でいわゆるつきまといの件で警察が橘さんに事情を聴取した件とかも取り上げておられますけども1年排除をやっててようやくまあ,あ大津さんのが警察にいろいろ言いまくってようやく動いたのそれなんで、うん、まあ普通に考えるとちょっとなんか不可思議だよねっていうなんか大津さんからまあ結構。 逆に話聞きたかったんじゃないかなとも思ってしまうんですけど、まあ、そこについてはちょっとわかんないですね。はい、で、えー、とそしてこちらですね2024年4月に宮川幹事が解任された経緯について教えてくださいって感じでこれをね結構長くずらずらと書いてるんですけどもね、はいまあ、ちなみに宮川さんも時々、まあ、内実についてかなりまあまあ暴露されてましてまあとにかく ですねやっぱりお金の件は相当ショックだったというふうに見えますねまあ大津さんがあれだけクリーンでやるって言いながらね、まあ、使いまくってたっていう <laughs> あのええー、みたいなしかも一応役員なんでねで大津さんはいろんなことをその役員会を経てめ議決してますって言ってるわけですからそういったお金の使い道ってまあ多少の金額はいいんですけど結構でかい金額とか方針について議決を得てなきゃおかしいんですけどなんかね議決 で本人知らないって言ってるからどうやって議決取ったんでしょうねみたいなねはいという感じではい、<laughs> 普通はねでもそ,うそれはちょっと何度も言って出てこなかったら議事録ぐらい送ってまあ、承認得るとかいろいろやることあると思うんですけどねはいで週に2回開催されてる会議に宮川氏は一度しか参加されませんでしたということで意思疎通もままならないこのような状況の中って言って る <laughs> るんでですけどもなない会議やっってかから参加しなかったという,ような話だったとと記憶してますが、はい、という感じで、えー、っとしかもなんか時間もなんか宮川さんは結構普通にあのお忙しくされて働かれてる中結構参加しにくい時間だっ,だったというふうにも伺ってますねはいまあだから暇じゃねえんだからみたいな <laughs> あの <laughs> 話でしかし週に2回もやっとんだやってたんだと思ってちょっと驚きましたよねそれであの動きっていうのは。 ちょっとないなと思いましたけどはいで3月23日に行われた、えー、ユースフェスによって酒盛り事件が発生しました <laughs> 酒酒飲んだだけだろう <laughs> あのまあ良くないけどね <laughs>、えー、でみんなで作るとも参加したんですがそのブーツ近くで、えー、みんなで作るとの支援者たちが飲酒して群がったため主催者から注意を受けた事件です <laughs> 自分から事件って言っちゃダメじゃんはい ということで,、はい、で、この出来事がきっかけとなって翌日は会場内での飲酒が禁止となりましたということで宮ヶ子は党のブース設営上にほとんど関与することなく飲酒と仲間内の語らいに終始していましたみたいなことで後日この出来事が多くの人から批判されるようになり中にはみんなで作る党が党として行ったことであるので喧伝することになった始末ですってことなんですけどね。はいまあ、正直、これは、まあ みんなでで作るるととか受けてきた批判からするとですねまあ、ごく一部というか本当に端っこみたいな話で、ねまあ、これを問題とするならば大津さんの行動そのものがたくさんアウトなことがいっぱいあるように思うけどそれは独裁者なんで私は政府みたいな感じなんで。はい あ,あとですねちなみにですけどこれあの本人ですね大津屋さん本人いましたからねここ,ここの場にねいたんだからそれがめあの迷惑かけてるっていうのを分かっておかしいと思っ,とると思ってるならばやめてくださいとかですねやれることはやまないようになってんですよね当然大津さんの言うこと聞かない人ってのはあの,あの場にはほとんどいないっていう形だと思うんでまああのはっきり言って責任者その場にいたわけですからこの酒盛り事件の、えー、責任があるとするならば当然 これ大津彩香さんなんなですけどね何言ってんすかみたいな <laughs>。会社でさ、なんか社長の知らないところでなんかそういう問題起きていて、で、その責任者に対して、まあ、まあ、処罰なりなんなりある場合あると思うんですよ。あると思うんだけど、その場に社長がいてですよ。で、社長が容認してて、OK みたいな感じになってて、で、後に、なんか、あのいわゆるクレームつけられたときに、いや、もうその現場のせいなんで、みたいな、もう最悪ですよね、最悪な社長みたいな感じではい。 ということで、まあ、無理筋中の無理筋なんですよ、これね。良くないことではあると思うけども、今まで、まあ、これどころじゃないっていうか、もう他で言うと、だって、あの、あれさ、債権者の方の、まあ、自宅をばらしたりとかですね、あるいはそこについて、なんか自宅前回線するぞとか、もっとありますよね。なんか、もっともっともっとたくさんあるんですよ。あの <laughs>、そこでクビにしてこなかったのに、まあ、あの、ブースの前で酒飲んだだけでって言いますけど、いや、それくらいね、細かいことで粛清 しているような政党だったらいいんですけどあらゆる迷惑行為を肯定っていうか見逃してきておいて何言ってんすかみたいな何よりあの大津さんが、まあ、すぐ飛び出てすぐですけど NHK とに対する選挙妨害みたいなことを翼の党の方々がやっていてそれは当時まあ大津さんはクビにしたはずの幹事長である黒川さんをねまあいわゆる容認していたわけで だその人がめちゃくちゃ迷惑行為してることについてですね、私関わりは、まありませんみたいなストレスにしておいて、まあ実質容認してたっていうか、バックのなんかボスみたいな感じになってたわけでしょ。<laughs> そっちの方が迷惑行為ですからね、場合によっては違法に関わることなんで、まあこっちはまあ、なんて言うんでしょうね、まあ公園で。 イベントで酒飲んじゃう人っていうのはまあ普通にいますからで従わずにね。ずっとずっとい座って周りをぶん殴り始めたとかって言うんだったら別ですけど。まあ結果としてはまああの酒盛りを中止して別の場所に移ったわけですよね。はい、良くないことだけどこ、こんな説明で誰が納得すんねんみたいな。 <laughs> はい、でこのことがきっかけとなり宮川氏の統括への不関与に関しての議論をするための会議が、まあ、開催されましたがこの会議にも1時間ほど遅刻してようやっと参加しみたいな常に遅刻しまくってしょうよう言いましたね。宮川さんがせっかくセッティングした、えー ですね、大津さんに仲間になってくれそうな方々の集まりに呼んだのに、えー、と朝寝坊して参加せずで途中で起きたんだけど、えー、とそこでさらにあのもう一回二度寝して深い眠りについた方が1時間ほどの遅刻に対して文句を言ってるという <laughs> あの感じでこの生徒は遅刻 OK なんじゃないんですかとは思うけどなんかアウトみたいですね。はい で、坂森事件には何ら釈明すべき点はないと主張されましたというところですかね。はい。まあ、ということで、まあ、えー、っとですね。まあ、まあ、いろいろあって最終的にまあ、解任ということになったのかなということでございますと。まあ、これについてはですね、多分、宮川さんはお金の面に関して他の面についてはよくわかりませんが、まあ、クリーンであるのは間違いなさそうですね。まあ、ここの、 まああの政党に参加してからお金は一銭ももらってなかったようですね。でそしてまあ大津さんのためにいろいろ動いたっていうのは間違いなくってでなんですけどそのいろんなことについてまあ、結局大津さんはやらなかったわけですよね。でなんですけど例えば選挙ビジネスみたいな話についても持ちかけたっていうかそれやってかないとお金回らないんでね持ちかけたらしいんですけどそれはなんかすっごい否定したらしくてだけどまあ なんか今やりそうな勢いそれをやりたいって言ってる感じの人と今一緒に何かやってるらしいんで怪しいよねっていう状況だしまあそれからその時に何か色もみたいな人は出さないとかあるいはいろんな人を公認してくださいって実は来てたらしいんですけどそれをなんか結構断ってたのにまあ、今回なんか誰でも委員会みたいな感じで公認してるでしょっていうことだったりまあ 当時だから宮川さんがいろいろアドバイスしたり言ってたことが正しかったっていうことですよね。その人物を切ったということですね。で、で後に結局裏でお金をジャブジャブ使ってたってことで、まあ宮川さんが中に内部にいられたら困るんでしょうねというふうにしか見えないんですけど、まあこのような言い訳をしていてですね。まあ、しかしこれ全く知らない人が見たとして、これを見て納得する人をどんくらいんだろうねって感じで、もういいもういかに今までその まあ大津さんの、まあ、周囲含めてですけどもこのような言い訳をすれば政府みたいな扱いをしてきたからまあねこのこの <laughs> あの <laughs> 周囲線に出てるっていう割と重要な時期だと思うんですけどもこんなちゃんちゃらおかしいことを書かしてるっていう感じでね非常にすげえなと思いますね。もう世間が見えてないいですねはい はいで続いてはね、こちらなんですけど、ちょっとこれ、私読んでて爆笑しちゃったんですけど、えっと、2024年1月に2名の所属国会議員が離党しましたが、その経緯について教えてくださいということで、はいでえー、と最終的には大人、大戸さんの除名ですよね、えっと浜、えーえー、田聡議員は2023年暮れの時点で、みんなので作る党には所属しないことを X などで明言していたため、特に交渉は行いませんでしたっていうことで、<laughs> 青か。 <laughs> ありえなくないですか <laughs> 自分がまあもうほとんど何もないのに実績もないのに乗っ取った党にいる国会議員のうち2人いてで、ね、斎藤議員と浜田議員がいてで特に浜田議員なんかが来てくれたらもう結構そのまあほの意味で乗っ取りが成功するぐらいの方だと思いますけどね。まあ、本当に分裂というかだかだら まあ国会議員はとにかく重要なんで浜田さん斉藤さんを所属させるってことに実は非常に重要だしまあそもそもですけどもあの政党助成金をもらうためにそれ債権者にお金を返すためだけでもまあ所属だけはしてあげようみたいなことを立橘さんが言ってたんですよねそういった意味においてまあ交渉のまあ仕方はいくらでもあるというかしないって言ってるけどこういう条件だったらどうですかみたいな感じでまあ本当は交渉しなきゃいけないし当たり前なんですけどねあの <laughs> 債権者のこと考えるならねあるいは他の支持者等々のこと考えるんだったらあるんですけど交渉を行いませんでしたっつってるわけでねはいまあしなかったんだみたいな <laughs> X で所属しないって言ったら <laughs> 交渉しないんだみたいなすっげえなと思ってはいでしかもこれを書くっていうのがすごくないですか <laughs> あの普通の <laughs> <laughs> まあなんか裏では交渉してましたぐらいのことに匂ますでしょ普通はね。はい、で,で斉藤健一郎議員は政党所属承諾書の提出の意向がある旨を伝えられたものの提出を快諾せず総務省への提出期限直前までこれを遅延させましたと。 っって言って言るんですけどね、まあ、これについてはむしろ斎藤さん側の方から一生懸命こういう条件だったら、まあ、むしろお前とか参加当然所属なんかしたくないんだけど債権者のためにこういう条件つまりまあお金の面がかなり明確になるんだったらいいっすよみたいな感じの話をしていたのに、まあ、そこについてはあのもうむちゃくちゃ失礼な態度を取り続けてですね,ね、まあ、なんかもうありえない、まあ、交渉になってないんですよね本当に。 という、まあ、どう見ても大田さんがに、まあ、まあ歌詞があるような態度を取り続けてきたわけなんですけど、まあ、それでもあの、債権者のためにだったらということで斎藤議員は所属をしようとしてたんですよね名前だけね。そう。で それは、それっていうのは政党助成金が凍結されてる口座に入るっていうのが分かっていて、まあ、そ,そうであればそこに入るお金については差し押さえして、まあ、最終的に債権者の皆さんにお金が戻るというようなことが担保されているからっていうのがあったんですけど、なんとですね、大津さん、その、えーっとですね、口座を変えちゃうんですよね。変えちゃう。で、総務省もね、なんかね、それをね、許諾しちゃうみたいな感じでね、うっかり情報を漏らしちゃいいのに、ね、みたいな思うんですけど、し、まあ、仕方ないんですかね、事務手続き上はね。まあとにかくそれを ししちゃったしそれからそれを作ったえっ、ー、とですね武蔵野銀行ですねこれはちょっといずれ問題になるんだと思うんですけどあの作んないでねみたいなことをお願いしてたのにまあ当期上の名前が変わってるだけでまあ受け入れちゃったって話ででも当期の履歴には残るのでねそういったなんかあのここの会社やべえことしてるんで作んないでくださいとか係争中なんでっていろいろあると思うんですけど。 なんかそれが登記上登記で名前変えたらあの口座作っちゃうんだってことになるとやばくねその銀行みたいなところがあると思うんですけどね。<laughs> はい、まあ、とにかくそういう形で、えー、とそのこのやり取りをしている直線ですねそそもそも書書いた書類を用意してて取りきてね。 てて議員言ってたんですよねでそこにまあ、大津さんとか豊田弁護士とかが言ってればまあ、身元が明らかな人が言ってれば普通に渡して終わってたんですけどそこになんかよくわかんないおじいちゃんが来たらしくてじゃあ無理だよねっつってたらあねでその人があの大津さんに連絡してで <laughs> あの,の大津さんが「すっていうのがあったらしいです。はいという感じででそうこうしてる間になんか えと口座の残高証明というのがもともとのりそな銀行の方から送られてきたものを、まあ、その事務担当の人が持ってきたことのようによりそれ見たらお金が入ってないおかしいってなってでそうするとあいつら口座を移しやがったなっていうことになりそれを教えてくれれば所属するけどどうなんですかって聞いたところそれにまあ回答しなかった。 であるがゆえに、所属しなかったということで、どこをどうひっくり返しても所属できなかったのは、大津綾香さんのせいですね、これね、間違いないです、これは <laughs>。あの <laughs>、はい、<laughs> 逆にあれで所属できる人っていうか、そもそものここまでの下りの中で、浜田議員と同じ感じでもう無理無理っていうのが普通ですよ。っていうか、もうあの大津さんが勝手に出ていった段階で、誰も味方してないわけですから、なんじゃありゃみたいな感じになってるわけですよね。はい ということなんですけど、あくまで債権者のために、お金のために所属だけですね、形だけでもしましょうかっていう、まあ、ずいぶんかなり譲歩した、ね、条件を出していたのに、それを飲まずにぶった切ったのは大津さんですからね。はい。ということで、まあ、そのようなことでいろいろ言ってると、向こう側は、まあ、まあ、あの私は悪くないってやつですね。はい。 ということで、まあ、これが提出されないと政党、えー、交付金が受領できないということですよね。はい、ということで、えー、っと、あこれ面白い、あっ、ズーム会談のこと書いてある、ズームを利用しての話し合いの場が設けられましたと。しかし、代表権を巡って訴訟を争う状況では、建設的な対話は困難と判断して、話し合いは物別れに終わりました。<laughs> これはぜひ、ズーム会談を見ていただいて、皆さん判断してください。 あれズーム会談の感じに間違ってますね。会談の会はなんか怪しいじゃなかったかなまあいいや。なんか間違えてますからね。訂正してほしいですね。ズーム会談の直後に、えー、斎藤議員や育成 y o ユーチューブで離党する旨を公言されていため、えー、みんなで作るとは、いたしかたなく両議員の離党の処置を図りましたって言ってるんですけど、離党じゃないですよね。なんか除名とかじゃなかったでしたっけなんかね、あの <laughs>、 あくまで政党助成金はもらえないだけで、えーえー、離党扱いということをやったって感じですね。まあ、正直だから何も考えてないですよね。だからお金が入ってこないことと議員さんが所属してくれるかどうかって、まあ、ち,ょち,ょちょっと別な手続き上の話なんで。 まあ実質的にその議員さんたちに協力してもらうかどうかってまた別の話なんですけどね、まあ、あらゆる形で、まあ、私の言うことを聞かないやつはクビっていう感じでただの登機所の投手でしかないのに自分で作り上げたものでもないのに、まあ、こんなことをやってるんだからそれはみんな逃げるよねって当たり前のこと起きてるだけってね代表なんだからそれをなんとかすべく走り回んなきゃいけないんですけどふんぞり返ってるからこのような結果を招いたっつうだけですねはい。 というわけで、あの、ちょっと長いな、これ。また途中ですけど、終わりにしたいと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。どうも。